こんにちは。今日は雲の大田和芝岳4泊5日の1日目です。湯穂高温泉から鏡平山荘まで目指します。ただいま7時45分、平日なのでまだ止められます。綺麗にお山が見えます。とりあえず出発です。5日分の荷物重い。新穂高温泉の無料駐車場から微妙に登山口が遠いんですよね。パーキング5なのでまだ近い方なんですが、最後もう疲れちゃって、一番近いパーキング用の駐車場になぜ止めなかったと思いました。ネット予約みたいなのでちょっとお金かかるけど少し幸せを感じられます。パーキング5には下記は仮設トイレがあります。ちょっと覗いていきます。男女一緒で和式の上、これなら観光案内所のトイレの方がいいですね。さっきも言ったようにちょっと離れているのは遊歩道を通っていきます。こちらがパーキング3です。パーキング4の料金の半額で止められます。ここ止めるならパーキング4か無料の5になるのかな。こちらが観光案内所です。荷物も重いしすでに疲れた。観光案内所は朝早いので閉まってますが、トイレは使えます。自販機もありますね。ではこちらのトイレ案内です。こちらはとても綺麗です。絶対こっちでトイレを済ますといった方がいいです。では出発しますかね。まずは観光案内所の横の橋を渡っていきます。ちょっと雲が多いけどいい感じですね。でも明日は雨予報なんですよね。川の横を歩いていきます。この横にあるのがパーキング4の駐車場ですね。さらに川上の方に向かっていきます。しばらく歩くと再び橋があるので渡ります。この先ゲートがあるんですが、その先1時間このような道が続きます。車両通行止めのゲートがあります。ここから一般車は通行止め。でもわさび平小屋まで全然車が通れる道が続き、ゆるい登りなので1時間が余裕余裕と思ってましたが、荷物重い上暑い。小屋に着く頃にはぐったりでした。途中こんなところがあります。涼しい。この周辺が天然のエアコンで涼しい。暑すぎてバテバテだった私を助けてくれました。アスファルトではないけど横に川があって、ずっと広い砂利道です。なんだか上高地から徳沢とかに向かっている時と感じが同じです。あそこも横まで長いんですよね。今日は新穂高温泉からゲートをくぐり、笠新道登山口、わさび平小屋を通って大池新道登山口、鏡平小屋へと向かいます。第一の目的は雲の大田に行くことなんですが、和芝水晶とも行けたらいいんですが、明日の天気次第ですね。天気によっては停滞かもしれません。こんな広場があるならここまで車で来たい。いい加減この道飽きたよ。看板らしきものが出てきました。分岐のようです。ここが笠新道登山口です。ここから笠ヶ岳登ることができます。ここから急登登り7時間ちょっと笠ヶ岳に登れます。めっちゃきつそう。いつか登ることはあるのだろうかと思いながら通り過ぎます。何かある。熊よけです。鳴らしていきましょう。やっと建物が見えてきましたよ。ここまで意外と長い。暑さと荷物の重さにやられた。はい、こちらがわさび平小屋です。涼しげに飲み物が売られています。ほんとやっと着いた。ただいま9時37分。トイレ行ったりしたけど2時間もかかりました。冷えたフルーツ、野菜もある。いいですね。お値段はぶら下がっています。定食もあります。
と小屋の中を覗いてきましょう。 T シャツや手ぬぐい、ポストカード、比較的モノトーンなお土産が多いですね。小屋の周りは日陰がないので川の方に逃げてきました。めちゃくちゃ晴れてる。明日雨とは思えない。わさび平小屋の外トイレ紹介です。ひどくはないですが、町のトイレとほぼ変わらず綺麗です。わさび平というだけあって、わさびができるぐらい水が綺麗、気持ちよさそうです。あまりに暑いので足を冷まします。と言ってもかなり冷たい。あ、気持ちいい。あ、すごい冷える。一瞬で冷える。あー、冷える。反対の足も。あー、冷たい。はい、ビールです。いただきます。あー、美味しい。足も復活したので出発です。ここから少し行った先から本格的登山道になります。ブナの森。この辺の木はブナの木なんですね。日陰だとまだ涼しいんですけどね。ブナの森を抜けと川沿いの岩のところに出てきました。ここは塗装しなければなりません。水もそれほどないので問題はありません。この前、日本半周山旅で白山登った後、ろくに登ってなく今日なんですよね。ちゃんと行けるかな。頑張りましょう。頑張るよ。お、山が綺麗に見えてきましたね。あの山の向こうの鏡平山荘に今日は宿泊です。ここから鏡平まで3時間30分。まだまだですね。さっきのわさび平小屋で昼食を取ろうかと思ったんですが、時間的にはちょっと早かったのでノンアルビールだけで出発しています。いやー、冷たくて美味しかったですね。お、こちらも若干塗装です。よいしょよいしょ。ほんと水が綺麗なんですよね。木の感じも雰囲気もあずさ川にそっくり。ここからが登りのスタートです。まずは岩のところを登ってきます。この先ちょいちょいとこのような沢が現れます。最初の1時間が何だったのって感じで、登りがしんどい。山が見えて綺麗です。やっぱり5日間だと荷物が重い。私はかなり荷物絞る方なんですが、今回だいたい15キロ。今日の服装はポリエステル100のミレーの T シャツ、ノースフェイスのナイロン100の短パン、サポートタイツに、インナーはファイントラックって感じです。ザックの方は去年買ったミレーウビック 40W、 長期重装の時いいかなと思って買ったのですが、今回初めて長期登山です。これまではイタリアのメーカーフェリーノのザックで行ってたんですが、ミレーのザック使い心地はどうでしょうか。ザックの中身紹介と使い心地はどうだったか、また別動画で紹介します。着替えは寝巻き入れて3日分くらい持ってきたのですが、パンツは以前野外活動部で紹介したブリングのショーツを履いています。4日間履いても臭くならないショーツなんですが、購入後やっとこそ本番です。そちらの方も最後に4日間履いたらどうだったかを紹介したいと思います。野外活動部は山と旅を行きやすく行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。このような沢をどんどん越えていくんですが、高い木がないので炎天下で太陽がさんさん、ほんとめちゃくちゃ暑いんです。ほんと日傘をさしてもいいんですけどね。鏡平小屋は天場がなく今日は小屋宿泊です。明日雨だとちょうどいいかもしれません。秩父沢にやってきました。鏡平まであと2時間半か。ただいまもう少しで12時ってところです。ちょっと曇ってきたけど、
サバ沿いではちょっとご飯は暑いので、少し日陰を探して食事にしましょうかね。今日のお昼はうどんです。いただきます。お腹空いてるか美味しい。でも、うどんはちょっと失敗でしたね。暑い。わさび代田小屋で思ったんですが、こんなに綺麗な水があった冷やしうどんにすればよかったです。具材的に冷やしうどんはできなかったけど、今まで思いつかなかったけど、浄水器あるし、冷たくて綺麗な水があれば、そうめんや冷やしうどんもいいですね。午後になると雲が増えてきちゃいますね。イタドリの腹、このようにどんどん沢を越えていきます。最初の1時間は何だったのってぐらい、こう急な登りが続きます。今日の目的地、鏡平山荘は岐阜県高山市の小池新道の鏡平にある山荘です。すごろくを山で2時間ちょい、朝ヶ岳山荘まで5時間半、すごろく岳や三俣蓮華、もみ沢岳に行くのに拠点として使えます。私のように熊野平へ槍に、さらに奥に向かう人の通過点でもあります。途中のわさび平小屋目的地の方もたくさんいましたね。あそこも素敵でしたもんね。私もあそこでもいいと、登りが長くきつく、荷物も重くて断念しちゃいそう。やっと鏡平山荘って標識が出てきた。獅子うどヶ原を通り過ぎたあたりだから、あと1時間くらいか。ゴールが見えてきた。歩き始めて5時間半くらいか。今日のコースタイムは5時間半、休憩したりしてたし、久しぶりだけど悪くはないコースタイムで歩けましたね。だんだん暗くなってきた。やっぱり明日は天気予報通り雨なのかな。小降りだといいけどな。鏡平からの景色も綺麗なので楽しみにしてるんですけどね。道は危険箇所はありませんが、このような感じで段差が大きいところや少し岩のところもあります。あー疲れた、早くビール飲みたいよ。木道が現れました。ってことはもう少し。いつもの最終コンビニ紹介をします。平湯インターからは普通に来ると471号線にはコンビニがありません。158号線の方に進むと山崎ショップが2軒あります。ただずっと開いていなく、朝早い方でも奥平湯館店は7時半です。登山者は朝早いんでね、あまり向かないですね。買ってくることをおすすめします。今回は4泊5日なんでね、荷物も重くなるし、私インスタントが続くと調子悪くなるんですよね。お昼はできるだけ小屋利用していこうかと思います。私は長いんでね、事前に買ってきました。明日土砂降りではなく小雨くらいなら雲の平まで行こうかと思っています。そしたら日程的に水晶和芝と行けそうですが、土砂降りだったらどうしよう。雨の中歩くの嫌いなんですよ。停滞するにしても鏡平は一泊予定なの。空いてるかな。見えてきた。ここが鏡平です。さてさて、景色の方はどうでしょうか。残念、やはり曇りなので水面にはお山は映ってないです。悲しい。
でも一応池と一緒に。仕方ない小屋に向かいますかね。雨の中歩くの極力避けたいけど、鏡平から熊野平まで7時間半、それが3日目になるから残り2日で水晶わしばは無理だな。1日6時間くらいならそれほどクタクタにならずに済むけど、10時間とかになるともうクタクタで次の日にも疲れが残っちゃう。今回は長いんで無理はしたくないですね。悩みますね。なんだか工事してますね。何の工事なんだろう。入り口前はテラスのようになっていますね。天気よかったらここでビール最高だな。とりあえず受付に向かいますね。宿に出てる天気予報を見ながらスタッフさんと相談して明日どうするか決めたいと思います。今日はこの辺で終わりにします。バイバーイ。次回は火曜20時ベトナム編、いよいよ帰国です。中国南方空港搭乗機です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです、ここです、ここをポチッとお願いします。できましたか。ここです、ここです。来ていただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。